地面と平行に動いてるヘッドに対してロフトがもしこうやって上を向いてたとしたら、確かに打ち出しも高くなるんです、うん、でも力の向きに対してはロフトが上向いちゃってるからボールスピードが落ちちゃうんですよ。こうなると直角に当たるのが一番出るわけですから、かつバックスピンも絶対増えるわけですよね。だからこれだと最大効率にはならないわけですよ。じゃあどうしたらいいかっていうと、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。そう、ダウンスイングから手元をできるだけ低く、入射角を浅く、アッパーに、インサイドからアッパーに打てるようにね。そう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 。で、なんでこうしつこく入射角を浅く、アッパーにアッパーにってこの YouTube ね、マンブリゴルフでは言い続けてきてるかっていうと、ね、ボールスピードをまず効率よく出したいとか、打ち出し角度とかスピン量をまあいい感じに調整していきたいってところが大前提にあるんですよね、はい、でじゃあどういう状態になったら一番効率よく飛ばせられるのかっていう話なんですが、はい、ちょっと説明しますね。まずもう何度も何度もすごく、うん、お話ししてる、うん、飛距離の三大要素ってありますよね、はい、もうこれはね、マンブリゴルフのもうヘビーリスナーの方だったらもうご存知だと思いますけれども、はい、まずはボールスピード、ね、ボールが飛び出していくスピードをとにかく速くしていく、ね、これが、うん、飛距離を伸ばしていくことに必要なこと。でも二つ目が、どんなにボールスピード速く飛び出していってもすごく打ち出しが低くて地面スレスレに飛んでったらすぐに地面についちゃいますよね、はい、だから打ち出していく角度っていうのもすごく重要になりますよと、はい、で3つ目がバックスピン量、ね、ボールスピード速くて打ち出し角度もいい感じですと、でもバックスピンがものすごく多く入っちゃったりすると前に進まないで軽く吹き上がってポトンっていう球になって止まなくなっちゃったり、逆にスピンが少なすぎても前にこうドロップするね球になってキャリーが出なかったりと、まあ、要はこの3つの組み合わせをうまくしていくと、ね、同じヘッドスピードだったとしても最大効率の飛距離を出していけると。でこの時にどういう状態が一番距離が出るかっていうと、打ち出し角度を高めにしてスピン量を少なくしてあげる、でこれが一番飛ぶわけですよ、はい、でも多くの方々が打ち出し角度が低めでバックスピン量が多くて上に上がってる球を打ってる、もう真逆になっちゃってるんですよね。でこの打ち出しを高くしてスピンを少なくしつつボールスピードを一番ね出していく打ち方ってどういう風にしていったらいいかっていうと、スイングの形云々は置いといて、うん、ちょっと物理的な話ですね。地面とこうやって平行に向かって力がね働いて平行に向かって動いてたとします。仮にでこの力の向きに対してロフトがこうやって直角に当たる状態、これが一番ボールスピードが出るんですよ、うんね、直角に当たった時がこう前に行く力が一番分散せずにスピードが出ていくんです。でも直角に当たってる状態だと球って上に上がらないですよね、うん、地面と平行で直角だったら上には上がらない、うん、で打ち出しを高くしないといけないってね、さっき話しましたけど、うん、ってことは打ち出し高くするためにはロフトが上を向いてないと打ち出しって絶対高くならないですよね、うん
じゃあその時にじゃあ力の向きね、地面と平行に動いてるヘッドに対してロフトがもしこうやって上を向いてたとしたら、うん、確かに打ち出しは高くなるんです、うん、でも力の向きに対してはロフトが上向いちゃってるから、うん、ボールスピードが落ちちゃうんですよ。こうなると直角に当たるのが一番出るわけですから、うん、上向くとボールスピードが落ちちゃう。かつバックスピンも絶対増えるわけですよね、ロフトが上向いてるってことは。だからこれだと最大効率にはならないわけですよ。じゃあどうしたらいいかっていうと、直角にこうやって力の向きに直角に当たってる状態をそのまんま斜め上にこうやって向ければね、これだったら力の向きに対して直角に当たってるし、かつロフトが上向いてるから打ち出しも高くなりますよね、はい、で力の向きに対して直角に当たってるからバックスピン量も当然少なくなりますよね、はい、だからこそアッパーに打っていくっていうのが、ただ単にアッパー軌道でなんかこう打つと球が高くなりそうみたいなぐらいのイメージを持ってる人がいるんですけど、すごく重要になってくるんですよ。ボールスピードもヘッドスピードに対しての最大のボールスピードが出しやすくなって、かつちゃんと打ち出し高く、そしてスピンも少なくできるっていう、うん、でこれをじゃあ実現していこうってなった時に、インサイドからこうクラブヘッドができるだけこう低いところからアッパーに打っていかないと、今のこのねアッパー軌道を作っていくことができないわけですよね。手元がこう浮いちゃってて、直前でボール当たる直前でこう振り下ろしたら今のアッパーにならないですよね。だから上から打ち込んじゃうスイングが絶対ダメだよって言ってるわけじゃないんですよ。あの結構なんかね、アッパーアッパーとか輪射角浅くっていう話を私がしていると、なんかアウトサイドインで上から打ち込むスイングはじゃあダメなんですかみたいにね思う人いると思うんですけど、全然それでもいいんですよ。それで例えばフェードボールでフェアウェイキープとか全然 OK だし、ただ自分のヘッドスピードに対して最大のボールスピードとかで打ち出しを高くしてスピン少なくして最大の飛距離を出していくっていうところにはつながりにくいですよっていうお話をしてるわけですね。だから今の飛距離で満足できてないよと、もっと同じヘッドスピードでも遠くに飛ばしたいなっていう方は入射角とかっていうのをもっと気にしてね、うん、練習していくと変わってきますよという話ですね、うんはい、じゃあ小杖ちゃんも、はいね、さらにね、はい、手元低く横から叩けるように練習していきましょう、はいはい、YouTube では喋ってないようなこともガンガン喋ってるんですよ。毎月課題に沿って練習していけるんですよね。オンラインだけでそんなヘッドスピードって上がるんですか？頻繁にライブとかやりようし、たくさん質問もできる気いいよね。